山本周五郎を咲く虹一人よも合わぬ者ならば二重の帯をなぜといそれがゆかりのたった山顔のもみじで知れたとや錆のあるというのだろうしめやかに落ち着いたいい声である丸か町に腰をかけて柱に頭を持たせて うっとりと夜空を眺めていた伊兵は思わず、大層なものだな、とつぶやいた。彼の足元へ身を寄せるようにして、色紙で張り混ぜの手箱のようなものを作っていたさえは、何がでございますと目をあげた。そういう表情をすると不思議に潮のある美しい目だ。あの歌さ、大層な声じゃないか。 本当に、いいお声でございますわ。バキ田様でございますかそうだろう。兵衛は静かにうなずいた。小さい時分から何をやっても人の上に出る男だったが、あんな俗曲にもそれが出るんだな。さすがの蜂屋が音を潜めているじゃないか。お顔が見えるようでございますね。さえはそう言って、ククと笑った。それにしても、今夜は皆様、 随分おとなしくていらっしゃいますのね。八谷様だけでなく、村野様も、石岡様も、まるで、しんとしていらっしゃるではございませんか。脇田の帰国を祝う催しだから、遠慮しているのだろう。兵衛はそう言いながら、その宴会のありが、そのまま、鳥羽藩の近い将来を暗示するものかもしれないということを考えた。脇田宗之助は、つい数日前、 江戸から来た。彼の父は総左衛門といって、6年前に死ぬまで、戸和藩稲垣家の国家老であった。宗之助はその一人息子で、幼い頃からずば抜けた俊敏の才を持っていた。16歳の時、藩主・津島の神照中に従って江戸へ行き、もっぱら法政の弁学をやっていたが、今度25歳で、 国が老に就任するために帰国したのである。今宵はその帰国を迎えるために、旧友たち十人の者が集って祝縁を催した。みんな二十五六の青年たちだし、身分も同職格の者のばかりで、そのうち五人は古文官というべき年寄り役か、やがてその役を襲うべき位置にある者だった。菓村伊兵は、 一等年寄りで、胸の助とは最も親しい旧友であり、この祝宴の主人役であったが、胸の助のために酒を強いられ、やや悪酔いをした形で、少し息を入れに立ってきたのだった。何かをにょっといる伊兵衛はふと中庭の方へ振り返った。何の花だろう。梅でございましょうさえはそう言いながら立ってきた。 ああ、長寿でございますね。窓へ寄ってみると、早春の暖かい焼きが表をなで、むせるほど長寿の花の香りがにってきた。植え込みの茂み越しに、奥座敷の明かりが赤々と見え、何かにぎやかに笑い合う声が聞こえる。この季節の習いで、薄雲のかかった空に、いざよいのおぼろ月があった。ごめん遊ばせ。 さえは自分の頭から櫛を抜き取ると、丁寧に紙で拭いてから、異変の瓶の毛をそっとなでつけた。20日のお祝いには、またお屋敷へお呼ばれに上がります。昨日わざわざ奥様からお招きをいただきました。2つ日に何かあるのかまあ、お忘れでございますかさえはおかしそうに首をかしげた。あなた様のお誕生日ではございませんか 去年もお呼ばれ申しましたわ。母と一緒に。そう言っていたとき、廊下の向こうに慌ただしい足音が起こり、そちらは家の者の部屋ですから、と女中の静止する声にかぶせて、ドケドケ、向こうから姿を見かけたのだ。という胸の助の高声が聞こえた。さえは急いで串を自分の紙に刺し、取り散らしたものを片付けようとしたが、 それより早く廊下を踏み鳴らして、胸の助がやってきた。開けてある障子の前へ来て立った彼は、酔いのために少し青みを帯びた丹精な顔で、異変を見、さえを見た。上背のある立派な体育と眉の濃い、一文字なりの口つきの目立つ抜きんれた風貌である。異変からさえに映した彼の目は、一瞬キラキラと激しく光った。 ほう。おおと、彼は唇を壺にし、無遠慮にさえを見つめたまま、短章の声を上げた。美しいな。駐座をしてすまなかった。兵衛はそう言いながら立っていった。なんともたまらなかったものだから。そんなことは構わないが、もういいのか落ち着いたようだと聞いて、胸の助は微笑したが、急に身を開いて。では、庭へ出よう。 と言った。伊兵は相手の目を見た。宗之助は袴のひもを解き、くるくると裸になった。ひさかたぶりでひともみやろう。どうするのだ相撲だよ。宗之助は、挑むような目でこちらを見た。酒ではかったが、力ではまだ負けるかもしれない。あの頃は、どうしても勝てなかったからな。さあ来い。酔った相手は怪我をする。それは、今度に預かろうじゃないか。 俺は裸になっているんだ。恥をかかせるのか。二。この突然の挑戦は単純なものではない。異兵の神経はそれを感じた。そして袴の紐へ手をかけるのを見て、妻が止めに入ろうとしたが、伊兵は止めるなと目で知らせ。 手早く裸になって出て行った。宗の助は色の白い、しかしたくましく肥えた見事な体だし、異変も痩せ型ではあるが、筋肉の発達した浅黒い肌で、どちらも若さの満ち溢れた力盛りという感じである。異変は相手を射抜くように見て、いい体だな、とつぶやき大きく飛んで庭へ降りた。 中庭のひとところが芝生になっている。二人はそこへ行って合詞と組み合った。さえは縁側の柱へ寄りかかり、息を詰めながら見ていた。勝負は長くはかからなかった。肉体と肉体の合うつ心よい音が二三度し、両者の位置がぐるりと変わった時、胸の助は巧みに足を払って、異兵を大きく投げ倒した。しかし、 投げ倒した刹那、何を思ったか、いきなり、相手の上に、馬乗りになり。怪しいぞ、いえ。と、歯を食いしめたような声で言った。わざと負けたな、本気ではあるまい。馬鹿なことを言うな。いや、不審だ。今の足は軽すぎた。貴様、俺を目らにする気か。よせ、脇田、人が見ているぞ。いえ、本気か嘘か。胸之助は、 両手を伊兵衛の喉へかけた。刀にかけてどうしろ。参った、俺の負けだよ。宗の助は、確かだな。と叫んだが、それと同時に、破顔しながら立った。つい一瞬前までの必ような、高ぶった表情は、吹き去ったように消え、まるで人が代わりでもしたような、落ち着きと威厳を取り戻していた。 縁の柱によってこの有様を閉塞しながら見ていたさえは、その時崩れるようにそこへ膝をついてしまった。その夜の出来事を、家へ帰ってから伊兵衛はいろいろな角度から考えてみた。胸之助は少年時代から負けず嫌いだった。頭脳的にも肉体的にも常に一人抜きんでなくては承知しなかった。そして、 事実それだけの細分に恵まれていたが、伊兵だけにはそういう意識を持たず、いつも互いに弁達し合うという風で、俺たちが家渡したら、鳥羽藩に生きた政治を行おうぞ、などと言い合いしたものであった。だが、今度の彼は違う。伊兵はあらゆる方面から考えてそう思った。酒のしい方も尋常ではなかったし、 相撲の時の勝負に対する苦どさも昔の彼にはなかったものだ。彼はこの異兵をしのごうとしている。突然相撲を挑んだ動機は才にあったかもしれない。才と自分とが二人きりでいるのを見て若い血が何かせずにいられなくなったのかもしれない。しかし、あんなに勝ち負けに対するこだわり方は他に理由がある。そしてその真の理由はわからないが。 俺をしのごうとしている点だけは確かだ。繰り返し考えた結果、兵衛のつかみえたものはそれだけでしかなかった。翌日、まだ早く、九時前という時刻に、宗の助が訪ねてきた。上がると先に母の部屋へ入り、活発な声でしばらく話していたが、やがて、おぉ、庭の梅が随分大きくなりましたね。と、言いながら、 伊兵の今へやってきた。頼みがあるんだ。彼は座に着くとすぐそう言い出した。明日からご政治向きの記録類を調べたい。御何度、金国、作事、港、各奉行所の記録型へ資料を揃えるよう、ご老職の名で通達してもらいたいんだ。それはお墨付きがなくてはできないだろう。そんなことはない。ご年寄り役には随時に。 規模検察の職権があるはずだ。だが、それはことのあった場合に限る。ことはあるよ。宗之助は笑いもせずに、そう言った。国五を交代という大きなことが迫っている。理由はそれで十分だ。頼む。測るだけは測ってみよう。いや、いけない。ぜひとも必要なんだ。それも、明日からということを断っておく。押し付けるというのではない。自分の意志は、 必ず行われるという確信のある態度だった。そして、伊兵衛が返事をするのを待とうともせず、急に破眼しながら、第二の頼みだとごついだ。昨夜のカレーは、あの料亭の娘だというが、そこもとは、よほど親しくしているのか話題が突然変わったので、伊兵衛は返答に困った。そんなこともないが、乗って、家族の部屋で、 二人差し向かいになっているくらいじゃないか。あの家は小さい時からよく父に連れられて食事をしに行った。それで普通よりは来やすくしているというのだろうかな。あの女を嫁に欲しいんだ。あっさりと胸の助は言った。いい娘だ。あのしっとりとした美しさは類がない。気量も良いが、あの気量は心様の良さが裏付けになっている。俺はいきなり楽器を思った。 引き手の腕次第で、どんな微妙な音をも出す名記、そんな感じだ。何としてでも嫁に欲しいんだが、そこもとから話してみてくれないか。三。しかし、それは、両方の身分が許さないだろう。何そういう点は自分で処理する。そこもとは、ただ相手、俺の意思を伝えてくれればいいんだ。信じかねるな。 伊兵は首を振った。何しろこっちは国家郎になる体だし向こうは料亭の娘だからな少し違いすぎるよ馬鹿を言え江戸では芸者を妻にする者だって珍しくはないんだもし本人に来る気持ちがあれば正式に人を立てるから頼むぞこれで妖談は済んだと言って宗之助はさっさと立って帰っていった伊兵衛はその後で甲をたき もう、盛りを過ぎた庭の梅を見ながら、途上の時の来るまで、じっと考え込んでいた。昨夜の宴の酒から始まって、何か、決定的なものが動き出している。それは単に、異兵をしのご、とする程度のものではない。昨夜に続いて、各奉行所の、希望、検察、才に対する求婚。こうして、矢継ぎ早に、先手先手と、のしかかってくる胸の助の態度には、 確かに何かを決定的にしようとする意志がある。胸の助と自分とのかつて最も親しかった関係が今や新しい方向へ転換しようとしている。この転換がどんな意味を持つかまだわからない。しかし、見はぐらない用心は欠かせないぞ。伊兵は腹を決めるという感じでそう思い、やがて途上するために立った。彼は 腹を決めたのである。その日すぐ、年寄り役人を集めて相談し、現国老である大月又左衛門の下半を得て、各奉行所へ規模検閲の旨を通告した。下城するとき、脇田家へ寄ってそのよしを伝えると、宗の助は、では、明日、金国方から始めよう。と言い、帰ろうとする伊兵衛の背中へ、桃園のことも忘れないでくれ。 投げつけるように言った。伊兵衛は振り返って相手の目を見、静かにうなずいて門を出た。その月20日は伊兵衛の誕生日で、毎年ごく親しいものばかり招いて、ささやかに祝うのが例になっている。その日も数人の客を招いて、中3を算したが、それが終わってから母親の方の席へ呼ばれてきていたさえとあった。 父が亡くなってから一度異変が母を桃園へ食事をしに案内した。それ以来時々母は親しい婦人たちと食事に行き、桃園の家族とも口を聞くようになった。さえという娘は良い子ですね。そんなことをいいいいしたが、去年あたりからは時折自宅へ呼んだりするようにさえなったのである。ここでいいでしょう。異がさえを呼びに行くと、 母はちょっと気づかわしそうな目つきでそう言った。話ならここでなさいな。いや、少しこみ入ったことですから。伊兵衛はそう答えて、さえを自分の今へ連れて行った。着ているものも、化粧も、格別常と変わってはいないのだが、明るくさえざえとした顔つきや、楽しそうな立ち居の様子が、常とは際立って美しく見える。伊兵衛は、 ちょっと眩しそうな表情で、しばらく、さえの姿を見守っていた。どうすばしましたのそんなに、しげしげとごらんなすって。いつもとは人違いがしているようだから。珍しいことおっしゃいますかと。さえは頭をかじげながら、じっと家を見た。そう思わせば、あなた様も常とはご様子が違うように見えますわ。そうかもしれない。俺にはその理由があるんだから。 そして、ぶっつけに行ってしまうが、サエを嫁に欲しいというものがあって、俺からさえに意向を聞いてくれと頼まれたんだ。まあ、大変でございますかと。笑い事ではない、本当の話なんだ。ですけれど、そんな、と、サは半信半疑に、異変の目を見続けた。そんなことがございますかしら、よその娘を欲しいからと言って、親をも通さず、 直に気持ちを聞くなどということが、習慣というものはその人間の考え方と事情によって随分変わりかねないものだ。打ち上げで言えば相手は脇田宗之助だよ。脇田様江戸からお帰りになったあの、去年あたりからだ。兵衛はさえの追求するような目から背きながら、ふと十回するような調子で言った。俺は時々、 さえの結婚する場合のことを考えた。俺の中には初めて父に連れられて食事をしに行った頃のさえの姿がそのまま成長しているので、結婚ということに結びつけて考えることはどうにもしっくりしない。なんだかおかしいんだ。しかし年齢がその時期に来ていることは確かだ。いつかは、それもそう遠くない将来にさえが眉を落とし歯を染める時が来る。 そう思うたびに考えたことは、どうか幸せな結婚であるように、相手にも行く末にも恵まれた幸せな縁組であるようにということだった。四。異衛の調子が思いがけないほどしみじみとしたものだったので、さえも我知らず目を伏せ、肩をすぼめるようにした。その意味から言うと、 家は静かに続けた。秋田は才能も抜きんでているし、風格もあの通りだし、身分も家柄も申し分のない男だ。何を言えば、あまり条件がさえと違いすぎる点だが、これも秋田が自分で手順をつけるという、彼のことだから、これはもちろん信じてもよいだろう。俺から言えることはこれだけだが、さえはどう思うかね。まるで、 ご自分のことのように熱心におっしゃいますのね。さえは震えるような微笑を浮かべながら目をあげた。他の方でしたら伺うのも嫌ですけれど、より三郎様のお言葉ですから考えてみます。突然、幼なを呼ばれて、兵衛はびっくりしたように振り向いた。さえは、頬のあたりを蒸気させ、かつて見たことのない、そこに光をたたえたような目で、 じっとこちらを見守っていた。それは十八の乙女の情熱を脅迫するような目つきだった。兵衛は瞬きをしながらその視線を避け。脇田はだいぶ急いでいるようだから、なるべく返事は早い方がいいな。と言った。数日して、江戸から三人の青年が帰還した。マタキ内前、戸田大学。 津村城太郎といい、胸の助が国老就任の場合、その威薬に入る者らしく、帰るとすぐ脇田家に詰めて、デイリーとも胸の助から離れず、城中での規模検閲にも、この三人が補助の役をするようになった。彼らの調査は、しばしば、越見にわたるほど思い切ったものだったが、国家老、大月又左衛門は、温厚一方の人物だし、 国老交代の木も迫っているので、あえて違法を鳴らすものもなく、むしろあっけに取られて眺めているという感じだった。これは恐るべき無意だ。宗之助は異兵の顔を見るとよくそう言った。いかに世が大兵であり、五万石に足らぬ昇犯とはいえ、この政治の無能無策は何としたことだ。大げさに言えば、この十年間、まるで眠っていたようなものだぞ。 一体、年寄り役としての底元からして、何を見ていたのかね政治のどこが眠っていたか、その言葉だけでは返事のしようもないが、領内が平穏に収まって、市民に不平がなければ。違う違う、そんなことじゃない。胸の助は突っ放すように笑う。百のものを百に切り回すのは個人の家政で、百のものを千にも万にも生かして働かすのが政治というものだ。しかし、こんなことは。 今言ってもしようがない。近いうちに、その証拠を見せてやる。政治がどういうものかという証拠をな。そして、その後で必ず、桃園の娘の返事を早く頼むぞ、と、くどく念を押すのだった。ある日、下城してくる途中、めっきり春めいてきた海の色に誘われて、ふと桃園へ立ち寄った。まだ、日の高い地獄で客もなく、海の見える、 二階座敷へ通って、茶を求めたこの家は、茶だけの客もよく来るので、菓子もなかなか凝ったものを作る。ことに、ウグイスという名のものが美で、家は、酒のノアトレサよく口にした。サイの母親が、茶と菓子を運んできて、先月、娘の招かれた礼を述べて去るとまもなく、サイが、ぬいかけの着物を持って上がってきた。ちょっと、 肩へかけてみてくれという。どうするんだおたけが拝見したいんですの。雪は大丈夫だと思うのですけれど。何ですかおたけがちょっと。なんだ、母はまた、そんなものを頼んだのか。私から、お願い申したのですわ。兵衛が立つと、さえは後ろへ回って、着物を肩にかけ、竹を当たってみて。はい、ありがとうございました。と、そこへ座った。 そのまま針を持って静かに縫い続けるサエの姿を、兵衛はしばらくぼんやりと見守っていた。先日の話は考えてみたかサエは目を上げた。それはこちらの心を覗きでもするような目つきだった。それからそっと微笑しながら頷いた。はい。それで、返事はどうなんだ私の一存では、本当に。 どう申し上げようもございませんわ。だって、本当にわからないのですもの。それでは返事になっていないよ。もし、ゆり様が、と、さえはまた、彼の幼名を読んだ。もし、ゆり様が、とつけとおっしゃるんでしたら、俺の気持ちは、この間話したはずだ。あの時は、進めてくださいましたわ。しかし、俺の気持ちは、さえの気持ちじゃない。脇田の知りたいのも、 サイ自身の気持ちだろう。問題はお前の衣装なんだ。他人の意見にすがるような弱いことでどうするか。では、お返事をいたしますわ。サイはしばらくしてそう答えた。私、お受け申します。 5その年の夏は、十何年ぶりという暑さで、梅雨明けから二百十日過ぎまで、一粒の雨もなく照り続けた。そして、秋口にかかる頃になって、天気が崩れだし、まるで、帰り梅雨のように、陰鬱な曇天と、雨の日ばかりが相次いできた。これでは、不作は免れまい。そういう不安が広まりだしたとき、いち早く、今年は、 年貢半減だそうなという噂が口から口へ伝わった年貢も雲情も一律に半減なそうな半作しか取れない豪村は年貢御免になるそうな確かな筋から出た話だと言ってその評判は領内の村々から城下町まで湧き立たせたしかもそれについで来年だから家中の市一党の淵が表高通りに復帰するそうだ という噂さえ立ち始めた当時はどこの藩でも家臣の縁は表高と実習とにかなりの差があった。これは食力が米を単位にしているため米家の皇帝に支配されるからで平均している時でも実際の縁は2割ないし3割は表高より少ないのが例になっていた。これに対して格式は表高によってちゃんと菊があるため 家臣たちの生活はかなり窮屈なものだった。したがって表高通りに復帰するということは噂だけにしても家中の人気を高めるのに十分で半信半疑ながらこれまた大きな反響を呼び起こさずにはいなかった。家は紗の返事を聞いて以来なんとなく足が鈍って桃園へ床の日が続いた。 サの返事はすぐ胸の助に伝えたし、その時胸の助は例の破眼という漢字で笑い。では、すぐ正式に人を立てよう。そういうのを確かめたので、彼らが結婚するまでは、なんとなくサに会うことが、はばかられる気持ちもあったのである。天候は、8月の下旬からにわかに回復し、申し分のないひらみが続いて、豊作は、 間違いいななしととうことになった。それにもかかわらず年軍運上半減という噂は消えなかったそして9月に入った1日柏村の家へ年寄り役4人がそろって訪ねてきた重要な内談があってというので奥の間の襖障子を開け放して退座した先頃から世間を騒がせている評判をお聞きであろう 一番年かさの石岡頼もが口を切った。年貢、雲城半減、家中の淵、表田が通り復帰という、あの評判の出所が分かったのです。ことに、方策間違いなしと決まっている年貢が、やはり今年度から半減という噂は、噂だけでなく、その実証があり、しかもそこに国老交代と微妙な関係があるという事実が分かったのです。はっきり言ってしまえば、 八夜今京の神が言った。これらの要判は皆脇田殿の周囲から出ているのです。中には、ことに合村へ向けては文書で通告されているものもあり、それは現に私が見ています。そして、四人の者が広告に語るところは、理由は半然としないが、とにかく脇田の意訳から相当思い切った迎合政策の前触れが出ているということ。それが非常な勢いで、 領内に広まっているという事実だった。脇田殿の真意はわからないが、かような実行不能なことを申し降らすことは、ご政治向きの上に面白くない影響を及ぼすのは必死で、今のうち何とか方法を講じなければと思い、ご相談に参ったのですが、すぐには信じかねる話だが、と、伊兵衛はしばらく考えた後言った。もし風評が脇田から出たとすると、 彼にどんな思案があるにしても捨ててはおけないでしょうな。そこでご相談なのですが、表向きにするとことが大きくなりますから、菓村殿から話をしていただいて、できる限り早く風評の根を立つよう手配をしたいと思うのです。引き受けましょう。伊兵衛は快くうなずいた。彼の思案によっては承知しないかもしれないが、とにかくすぐ話には行きます。 四人はなお、噂が、脇田から出ているという事実の詳細を述べ、必要ならすぐ、老職表情を開こうと言って帰った。兵衛は、まるで胸へ鉛でも詰められたような、重苦しい気持ちだった。なぜ、そんな気持ちになったのか、半然としないが、正直に言って、胸の助と会いたくないのは確かだった。今の場合、彼にその話をする者は自分だけで、 それがわかっているから引き受けたのだが、批判して以来の態度を見ると、会って話しても、彼が素直に受け付ける可能性は少ない。全体脇田は来たわ何を考えてあんなことをしたのか。四人が去った後、開け放した座敷から、秋色の目立ち始めた庭の小立を眺め、かなり長いこと家異は一人考えふけっていた。そこへ母が来て、 さえさんが来ていますよ、と伝えた。なんだか、あなたに話があるのですと、こちらへよこしますかそうですね。家は母を見た。何の話か知りませんが、ここがいいでしょう。六。入ってきたさえは、部屋の隅へ座り、身をすぼめるようにしながら、会釈した。 全体にやつれているようだし、肩をすぼめるような見ごなしも、恥じらいを含んだ悲しげな微笑の仕方にも、かつて見たことのない寂しそうな影が滲み出ていた。伊兵衛は、あまりの変わり方にしばらくは言葉も出ず、心打たれたもののように、サイの姿を見守っていた。随分久しく、お会い申しませんけれど、どうか。 遊ばしたのでございますか挨拶が済むと、さえはそう言った。ご病気というお噂も聞かず、おいでもございませんので、何かご危険を存じたのではないかと、母が心配しておりました。それで、ぶしつけですけれど、ちょっとご様子を伺いに上がりましたの。何も理由はないさ。ついに足が遠くなったというだけだよ。どうぞ、いらしてくださいまし。母も、家の者たちも、 お待ち申しておりますから。話というのはそのことかはあ。いいえ。サえはそっと頭を振り、寮のたもとを膝の上に重ねながらうつむいた。そして、伊兵が黙っているままに、じっと何か思いふけっていたが、やがてふと顔を上げ、こちらを挑むような目で求めながら率先と言った。半年前、あなた様は私に、 脇田様へ行く気があるかとお尋ねなさいました。あれは、おたむれだったのでございますかたむれ兵衛は思いがけない言葉に目を見張った。どうしてそんなことを言うんだ脇田との間に何かあったのか私、お受け申しますとお返事をいたしました。俺はその通り脇田へ伝えた。脇田様は何とお世でしたの すぐ正式に人を立てて、縁組をすると言っていた。何のお話もございませんわ。それらしいお人も見えず、そういう訪れもございませんでした。伊兵衛の脳裏に、その刹那、ふと胸の助の、たくましい顔が思い浮かんだ。桃園の庭で自分をねじ伏せながら、勝ち負けを必要に追求した顔。それから、忽然と変わった不敵な笑い顔が。 その一種、特別な笑い顔が、今何かを、伊兵衛の心に叩きつけるようだった。それは本当だな。それで私、お伺い申しました。家へ帰っておいで。伊兵衛は抱きしめるような目で、さえを見た。後で行く。脇田様へ、おいでになりますのね。他にも用があるんだ。今度は、と、さえは燃えるような目で。 伊兵を見た。今度は、お断り申しても、よろしゅうございますわね。いや、それは待ってくれ。俺があって。いいえ。さえはきっと頭を振った。私、あれからずいぶんいろいろなことを考えました。そして、半年の間待っていましたのは、ただ、脇田様からの縁談だけでございませんでした。ジョリダブロー様。伊兵は、 太陽をかわすとでも言うように、つと立った。それに続くべき、イの言葉の重大さが、光のように彼の感情へ反射したからである。すがりつくようなサイの目から背きながら、彼はもう一度。うちへお帰り。と言った。後で行く。その時、後を聞こう。俺からも話すことがある。いいか。そして大股に、今の方へ去った。 海の方から生ぬるい風が吹いていた。夕立ちでも来そうな空でネズミ色の弾群が低く北へ北へと流れていた。大手外にある脇田の家を訪ねると、途上しております。ということでそのまま城へ登った。宗之助は環状奉行役所で渦高い書類を周りに筆を取って何か書き物をしていた。そばには 福神の例の三人だけで、他には人がいなかった。もうすぐ済むからしばらく待ってくれ。伊兵を見ると、彼はそう言って書き物を続けたが、やがて終わったものから順に。これは作事がたこれは船がたと三人に渡し、彼らが出て行くと、待たせてすまなかった。と言いながら伊兵のそばへ来て座った。 影違ってしばらく会わなかった。何か急なようでもあるのか口を飾らずに言うから、そこもとも言葉のあやなしに答えてもらいたい。兵衛は片手を膝に置いていった。先頃から世間に妙な評判が立っている。年貢、運情、一律半減、家臣一等の淵を表高に復帰するという、あの風評がそこもとの手から出ているというのは事実かほう、はあ、来たな。 宗之助は、にやっと笑った。それは、菓村伊兵衛の質問か、それとも、筆頭年寄りとしての問いか。どっちだ今のところは、古い友人として聞くことにしよう。では、そのつもりで答えるが、ああいう評判を巻いたのは、いかにも俺だ。それについて、何か意見があるのかね俺の意見は後だ。風評が、そこもとから出たとすると、 それにはそれだけの根拠があるのだな。7あるの之助はうなずいた。俺が国労の座に座ればあのとおり実行する。それで藩の財政が成り立つと思うか。相当窮屈なことは確かだな。しかもなお実行する必要があるのか。そのこと自体は必要じゃない。 むしろ、一つの手段だと言っていいだろう。脇田政治の前振る舞いか。痛いところだ。宗之助は平然と笑った。確かにそれもある。生きた政治を行うためには、まず、家中領民の人望と信頼をつかまなければならない。家中の死にとっては不治、領民にとっては租税。この二つは直接生活に及ぶもので、政治に対する真不信も、 多くここにかかっている。俺はこの二つで、俺の政治に対する信頼を獲得するんだ。わかった。それでは俺の意見を言おう。と、伊兵衛はズバズバと言った。その得た人望によって、どんな政治を行うか知らない。しかし、まず人気を取るというやり方には嘘がある。そこまどの政治が正しいものなら、あえて事前に人気を取る必要はないはずだ。 俺は筆頭年寄りとして絶対に反対する。どこまで反対しきれるかみたいな。胸の助は上機嫌に笑った。脇田政治の後ろには家中一頭と両民がついているぞ。それがどれだけの力か俺も見せてもらおう。次にもう一つ話がある。伊兵は区切りをつけるように席をした。そこもとは半年前に。 桃園の娘を嫁に欲しいと言った。俺は頼まれて、その長継ぎをした。女は承知すると答えたので、俺はそこもとに、その返事を持って行ったはずだ。覚えているかああ、そんなこともあったな。胸の助は、わざとらしく眉を潜めた。そうだ、確かそんなことがあったっけその時、そこもとは、すぐ正式に人を立てて、申し込みをすると約束した。 ところが人も立てず、娘の方へ訪れもしないという。脇田、これをどう解釈したらいいんだ実は、嫁は決まったんだ。彼は具合の悪そうな顔もせずに言った。確か知らせたはずだがな、相手は安藤津島神家の江戸屋敷で。俺の問いに答えてくれ。桃園の娘はどうするつもりなんだどうするって。 妻を二人持つわけにはいかないよ。それが返事か。刺すような伊兵の視線を、胸の助は、さすがに受けかねたらしい。まぶしそうに脇へそらしながら。そうだ。と言った。よし。ちょっと立て。伊兵はそう言いながら、自分から立った。胸の助は、ちらと伊兵を見た。そして静かに立った。伊兵はその目を、 ひたと睨んでいたが、大きく右手を上げ、胸の助の高方を八死と打った。力のこもった、痛烈な平手打ちである。胸の助の上身は、ぐらっと右へ傾いた。これが、古い友達の、別れの挨拶だ。平は押さえつけたような声で言った。気候は気候の、好むように生きろ。俺は俺の、信ずる道を行く。 一言言っておくが、正しさというものをあまり無力に見すぎるなよ。そしてそのまま大股に去ろうとすると、後ろから胸の助が、しむ村、と呼んだ。伊兵は廊下に立ち止まって振り返った。胸の助はじっとこちらを見た。何やら色の動いている目つきだった。二人の幸せを祈るぞ。 低い声でそう言うと、宗之助は、元の席の方に帰った。伊兵衛もそのまま、機敏を返した。城を下って大手へ出ると、配然とした雨が来た。伊兵衛はその雨の中を、まっすぐに、海岸の方へ歩いて行った。興奮している方を、雨の打つ心よさに、彼は何度も、空を仰いでは、大きく呼吸した。 おもえんへ行くと待ちかねていたサが迎えて彼のぬれねずみになった姿を見て驚きの声をあげた何かことがあったと思ったらしいまあどうなさいましたいや何でもないぬれただけだ遺影は手で制しながら脇へ回った何か着替えを貸してもらおうはいでもそのままではお気持ちが悪うございましょう おし物をお出し申しますから、ちょっと風呂へ、お入り遊ばせ。そうしようかな。伊兵衛は縁先でくるくると裸になった。風呂を浴びて着替えをすると、さえは海の見える離れへと彼を案内した。雨はいつの間にか上がって、午後の日差しが明るく、座敷いっぱいに差し込んできた。伊兵衛は窓のそばへ座を閉め、静かにさえを近くに招いた。 脇田の方は、霧りをつけてきた。改めて、俺から聞くが、さえ。かしむらい、に来ないか。はい。さえは思いがけないほど、素直にうなずき、光をたたえた、美しい潮のある目で、異衛を見上げた。私、良い妻になりたいと存じます。半年の間に、いろいろ考えたと言った。俺もそうだった。正直に言おう。 サイが脇田の申し出を受けると答えてから、俺は初めてサイというものを見つけたのだ。それまでは夢にもそんなことは思わなかったが、他人の妻になると決まってから、どうにもならぬほど大切なものに思われ出したのだ。俺は随分苦しい思いをしたよ。私が同じように苦しんだと申し上げましたら、ぶしつけすぎるでございましょうか。サイは大胆に異兵を見た。 ああ。と、伊兵衛は、微笑しながら頷いた。それ以上は、言わない方がいい。脇田が現れたおかげで、俺が鞘を見つけたとすれば。いいえ。鞘は、もっと以前から。そう言いかけた、自分の言葉に、自分でびっくりしたのだろう。鞘は、ぽっと方を染めながら、立って、縁先へ出た。そして、にわかにウキウキと、 明るいうで叫ぶように言ったまあごらんあそばせ美しい大きな虹が」。「伊兵衛も立っていった。うごの朝緑に晴れ上がった空に大きく鮮やかにすがすがしく虹がかかっていた。美しいな。伊兵衛も目の覚めるような気持ちで声をあげた。この虹の美しさが見られるんだ脇田宗之助は。 俺たちにとっての夕立ちだったな。そういった刹那だった。彼の耳に、二人の幸せを祈るぞ、という、胸の助の別れの言葉が蘇ってきた。ああ。伊兵衛は、思わず宙を見た。脇ため、それを承知の上か。自分が一雨降らさなければ、二人の上に虹の立たぬことを。あいつは、 俺の気性を知っていた。そうだったか。平手打ちをぐっと耐えた時のたくましい胸の助の表情を思い返しながら、伊兵衛はふと自分の右手を見た。さえはじっと虹を見上げていた。